どうも、ビアジュチャンネルのちゃんです。モネです。みかこです。かほです。よよよよ、今日はですね、はい、歌詞棒読みクイズ。わーい、いいね、ちょっといいね。みんな音楽聴くと思うのよ。大好きよ。電車とかね、はい、歩いてる時とか、はい、本当に歌詞聴いてんのかって話。聴いてるよね。聴いてねえな。え？聞いてるよな。歌詞を棒読みしても、うん、本当に聞いてるんだったら分かるだろうと。そうだよね、分かるよ。アーティストがね、分かるの。心を込めて綴ったリリックですからね。そうそうそう。それはね、リリックですからね。歌詞に感動して聴いてるわけですから、私たちも、はい、じゃあ例題いる？例題、例題、うん、あるなら練習しよう。はい、粉雪ね。はい、粉雪。ああ、サビか。この曲の1曲のどっかから出るってこと？どっかから出る。どっかからね。はい、1問目。よっ。よ、夢ならばどれほど良かったでしょう。はい。みかこ。レモン。正解。簡単。簡単よ、こんなの。次。はい。平気なふりに何度騙された？何気ない一言でさえ後悔している今頃。聞いたことねえぞ。いや。もう一回言って。平気なふりに何度騙された？何気ない一言でさえ後悔してる今頃。何気ない一言でさえ後悔してる今頃。待って、聞いたことあんな。違う、待って、もうその前、平気なふりに、え、そっちが分かんない。そっちが分かんない。平気なふりに何度騙された。何気ない一言でさえ後悔してる今頃。うざいね、これ。めっちゃうざい。めっちゃうざいよ。クソイライラする。平気なふりに何度騙されたか分かんない。分かる。平気なふりに何度騙された。待って、来たかもしれない。え、なんで。待って来たと思うんだけど。じゃあもうワンフレーズ前行こうか。欲しい。当たり前のいつもの笑顔。は？はいはい。サンクス。ブー。あー、違う。そっちじゃ、そっち、そうだよな。あーあわかった。来てるか分かんない。共に。共にだ。正解。そうだ。そっちだ。分かんない、分かんない。間に合わない、間に合わない。平気なふりで何度騙された。はい、第3問。はい。大人ぶってみたってダメね。心のディスプレイ。いつも泣いてる MG、はい、制御しようと思うほど溢れ出すラブ。溢れてベイビー。わかる、わかる、溢れてベイビー、溢れてベイビーとか言われてもな。大人、もう一回言って。あ、はい、はい、みかこ。 TT 正解。イエーイ。待って、踊るし。やめて、やめて。第4問目。一人になると考えてしまう、はい、あの時私忘れたらよかったの。はい、あー、はい、はい、もうね。 HY の、なんだ、あの、なお、じゃない。ブー。違う、はい、366日。正解。しゃあ、危ねえ。一人になると考えてしまう。ああ、なんとみかこが3点。すごい。モネが1点。やばい、ここが0点。まあ私3点なんでね、もう圧勝なのよ。最終問題、何点くれるの。6000点。イエーイ。6000点だ。奥には行かないのよ、どうしても。奥にはしてくれない。あなたは気づく、二人歩く暗い道でも日々照らす月、握りしめた手話。はい。あ、ちょっと動画あれしてもらえば分かるけど、絶対私の方が分かった。リプレイしますよ。絶対私の方が早かった。握りしめた手。すっごいゆっくり、カホの方がよく分かんない、この方が。この多分到達点は同じぐらいだけど、ここが早かったのね。ここまでが早かったね。答えをどうぞ。はい、小さな恋の歌ですよね。正解。やられた。違うの、ね、違うと思ってた。まさかのカホ大逆転。やられたわ。すいません、すいません。心で聞いてるから。面白いので、はい、今度第2回いつかやりましょう。そうだね。はい、はい、ではまた。さよなら。バイバイ。